2018年6月13日20時27分女優の加藤愛、35が6月13日、所属事務所を通じて第2子出産を発表した。所属事務所がファックスにて加藤の出産を報告。出産時期や性別については明らかにされていないが、母子ともに健康だという。加藤は、育児等ございますが、落ち着きましたら順次、お仕事を再開させていただきたいと存じます、と報告。加藤といえば、2015年8月にアメリカで第一子出産以降、育児に専念、露出をかなり絞っていた。出産以降のテレビ露出は2017年のフジテレビ月9、貴族探偵へのゲスト出演一本のみ。そんな、加藤が久しぶりに復帰するとき、テネットでは喜びの声でいっぱいだ。ずっと復帰を待ってたのでとても嬉しい。ママになった加藤さんはもっと綺麗になってると思うから待ち遠しい時のママになった加藤の今後から目が離せない。外部サイト、武井絵美が第一子出産、早くも浮上するママ系 CM の熾烈なそう。脱育さ4様妻にセレブな出産祝い、1.5 億円で家事代行会社を。